行った、行ったね、沖縄入ったね、行ったね、もう行った、行った、うわ、なんか魚が襲ってきた。これを食おうとしてんのかな。いいサイズですね、それ。そうだね。一回外し攻撃、行きも外さねえと死ねえ。これどういう釣り方なんですか、鈴鹿さん。自分が釣れるっていう釣り方。これがあると便利。ピンセット。うん。パスをどんどん溜めていく作戦。このちっちゃい玉浮きで前あたりを取る感じですか。そうだね、これ水中に入れといて、はい、これも水中入っちゃう、ね、重りつか餌をずっとそこつけておいて、あたりをビヨヨンと出てくる。今なんかこういういそうなとこに落とすとそんなにギュンって当たり出ない。でそろそろかなみたいな感じで聞くと全然いい。
泳がせる。やべ、辛いワシの可能性高いですね。いいっすね。始まってたやつだ。始まっすよ。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。いいか、いくよ。あ、ゴミ取りかぶちゃった。ういー、来てる。はい、季節物いただきましたよ。ねえ、手長エビさん、はい、花さんに見せた。結構ごつ、ごついのごついので言ってんだよ。あ、ありがとう。ティーセットがあれば力、これちゃんとテナガエビって口で餌を食ってくるからいいですよね。はい、うん、いっ、聞いてみ、いいね、いったよしよしよし、綺麗なエビちゃん、あー、ほんと綺麗ですね。あー、やっと口までこんな感じで口でね、ちゃんと食ってくれるんで、はい、うわ、それ超でかいじゃないですか。いや、もっと上がいると思うんだよね。これだ、これオスだ。うおー、でかい、これは立派な。やばいね。かっこいいっすね、やっぱ手長は。まあまあね、サイズいいの。マジっとは。この辺か。結構釣ってるよ。ああ、もう大量っすね。おお。大量ではねえけど、まあまあ。いいサイズ混じってますね。混じってね。赤は結構